皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日は1月の24日木曜日ですけれども、明日はいよいよバイオハザード RE2 の発売ですね。もう待ちきれない状態なんですけど、まあ、YouTube にはもうフラゲして、プレイしてる動画なんかがちょっと出始まっているので、まあ自分で自分にネタバレしないようにちょっと情報の、規制はしてるんですけども、今日はですね、ゲームやる前にですね、1月にハードオフで買ったものをちょっと紹介したいと思います。まあ、年明けからですね、まあ、修理動画も何個か出してますけども、今年もどんどん、ジャンク品を買っては、修理していく感じでやっていきたいと思います。はい、まずはこちらですね、ナショナルの8トラック8トラックのテープの、プレイヤーなんですけども、RS812 というモデルになります。こちらハードオフで500円でしたね。で、8トラの一応テープも、まあ、テスト用に買いました。それぞれ、50円ですね。8トラというとですね、まあだいぶ古い時代になりますけど、まあ、自分も、まあ、その世代ではないんですけど、まあ、主にカーステレオなんかで、音楽を聴くためにデッキが結構普及はしたと思うんですけど、それはまあ家庭で、据え置きにしてこう楽しめるデッキの、まあ、一つですね。これ動作は未チェックで、まあ、部品取りにどうぞっていう感じのやつなんですけど、まあ、テストでは一応音は出たんですけど、まあ、詳しいことはまだちょっと分かんないんで、まあ、別個で動画は作りたいと思います。続いてはこちらです。よっよっ、ちょっと収まってないんですけど、はい、こちらはダイアトーン、まあ、三菱電機のまあ、オーディオブランドなんですけれども、ダイアトーンの X-10 という、まあ、こう縦型の、レコードプレーヤーとカセットデッキのついた、コンポなんですけど、こちら5000円でした。まあ、本来ですとこの左右に、スピーカーがセットになってるんですけど、まあ、これは本体のみのもので、状態としては通電しますが音を出ませんっていうものだったんですね。で、まあちょっと、軽くテストしてみた段階で一応ヘッドホンつないで、音出るかどうか確認したんですけど、音は何一つ出ませんでしたね。まあ、テープとかレコードは、まあ、多分これベルトが中で切れちゃって、まあ、全く動かないんで音は、まあ、出ないんですけど、一応ラジオを聴けるかだけちょっとテストしたんですけど、ラジオの音も全く出ない感じですね。ヘッドホンで聞いてると耳の方にちょっとこうノイズがさーって聞こえるくらいで、まあ、ほとんど音が出ない状態ですね。まあ、このコンポの実物見るのは2回目くらいだったんですけど、前はちょっと自重して買わないでちょっと早めスルーしたら、次行ったらもう売ってなかったんで、まあ一応抑えちゃおうかなということで買いました。まあ、ちょっとね5000円は高かったんですけど、まああとは気合い入れて修理しないとなと思うんですけど、まあとにかく状態は最悪みたいですね。その他購入したものとしてはまずこちら、はい、水谷豊さんで、優しさ紙芝居という、まあ、レコードなんですけど、日テレのドラマで、熱中時代っていうのに出てらしたんですけど、それの、まあ、教師編の第2作ですかね、それの主題歌です。それからこちら、同じく水谷豊さんでカリフォルニアコレクションコネクション、こちらは熱中時代の刑事編というドラマの主題歌だったものですね。まあ、できれば先ほどのダイアトーンのレコードプレイヤー修理してそれで聴いてみたいと思います。それから
セルディーが4枚ですね。まずは、ジム・キャリー主演のマスクですね。まあ、ジム・キャリーの非常に濃いキャラクターが出てるんですけど、まあ、それ以上に、キャメロン・ディアスの非常に美しい姿が目に焼き付いてます。続いてこちらアポロ13ですね、こちらはアポロ13号の事故をモチーフにしたドラマなんですけど、主演はトム・ハンクスですね。続いてこちらザ・フライ22世誕生ですね。第一作のザ・フライは、ジュラシック・パークとかインデペンデンス・デーなんかに出ているジェフ・ゴールドブラム主演の作品だったわけですけど、それの第2作ですね。かなり SFX が進化して、早い男もかなりリアルな感じになった作品です。最後にこちら、トップを狙えガンバスターの LD の第3巻ですね。1巻と2巻は別のタイミングでも、買ってはあったんですけど、まあ、その3巻がちょっと見つからなかったのがちょっと見つかったので、買ってきました。まあ、トップを狙えは第3作が制作されるっていう発表がされたんで、まあ、そっちの方もちょっと楽しみですよね。というわけで1月のハードオフ購入品紹介でした。まあ、また修理する品が2品ほど増えたんですけど、ちょっとこのダイヤトーンの、コンポは修理がかなり大変そうなんですけど、まあ、頑張って修理してみたいと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。